ストレートエニアグラム二等兵の友人です。隊長です。隊長でございます。はい、今日は質問にお答えしたいなと。はい、エニアグラムタイプ7、うんうん、本能のサブタイプ別特徴の動画にですね、野崎龍馬さんという方ですかね、ありがとうございます。野崎さんがですね、私はタイプ7かタイプ4と周りからよく言われてどちらか分かりません。自己診断ではタイプ4がいつも出るのですが信用できないです。キーワードはキーワードタイプ4といつも出るのですが信用できないです、タイプ4とタイプ7の共通点や明確の違いを教えてくださいと、教えてほしいですって、これあれですよね、タイプ7とタイプ4の共通点、タイプ7で、教えてよドン・リチャード・リソ先生ということで、性格タイプの分析という本にですね、ありまして、5人シリーズでございますと。タイプ4とタイプ7、タイプ4とタイプ7は非常に大きく異なっており、そうですよね、僕こう調べたんですけど、該当箇所が共通点が一つもない。そう、あのセンター分類で分けても、感情センターと思考センター、自己主張タイプと有利タイプ、最も離れてますよね。最も離れてで、あとは楽観と楽観と反応、これも全く違うと、言ってますと、でただ、双方の段階6、これはあの健全度ですかね、表面的な類似性を除けば、この2つのタイプをよく知っている人が、長期間にわたって2つを混同してしまうことは理解しづらい、長期間にわたって混同する可能性はないってことですよね。長期的にその人を観察すれば、あの健全度が6の時に間違いやすくはなる、可能性はあるけど、ずっと6であることなんかないので、長期的に見てて混同することはもうないですよ。しかし、この2つの取り違える根本的原因は、どちらのタイプも極端であるということのようであると。タイプ7は外面的、物質的世界において、気前の良さ、身につけた数多くの財産と経験という点で極端に走る、でまたタイプ7は実利主義に溺れて疲れ切って固くなになり、鈍感で欲求がましく利己的で他人を顧みなくなる傾向がありますと。段階6における彼らをリソさんは極端な実利主義者と特徴づけていますと。で同じ段階のタイプ4っていうのは放縦な優位主義者、要は自分勝手な優位主義者ですと。タイプ4も過剰で極端に走るが、これは感情面での極端であると。通常のタイプ4は感情面で放縦になり、自分勝手になって自分の空想の世界で大きな感情的興奮を得ようとして、どれほど非現実的で感情をすり減らすようなことであろうと、好きなことを感じて空想しようとしますと。彼らは自分の感情と空想にふけり、そこから自己感覚を補強するために最後の活力まで絞り出そうとしますと。タイプ4のこの自分勝手っていうのは内面的で知的な性質のもので、彼らが住んでいる感情の世界に集中していますと。外交的には彼らの感情の過剰は講じていく気難しさと非現実性、そしてこの2つのタイプの主要な類似点である不毛で熟しすぎた大敗と官能性の中に現れると。どちらのタイプも大敗的で官能的になるが、タイプ7の場合自分自身を発散して不安から逃れようとしてそうなりますと。それに対してタイプ7は自分の感情を高めて自意識の苦痛を鈍らせるために性やお酒、麻薬にふけて官能的に溺れようとしますと。どちらのタイプもともに美しく高価なものを愛するが、ここにも違いがありますと。タイプ4はあまり物質的でないもので満足して、美しい物体そのものの美しさを
呼び起こす感情のために愛しむ、うん、例えば海辺で拾った小石、うん、たった一つのつぼみのついた小枝でも、うん、彼らの神秘的感情を揺さぶって満足させることができる、うん、一方、タイプ7は美しいものを所有したがる一方で、うん、だんだんその美しさや価値を認められなくなって鈍感になっていって、うん、どんなものも多く欲しがるようになると、うん、持った瞬間に美しくなくなる、うん、あ次ってなる、うん、それは物自体を楽しむためではなくて、うん、物を所有することが安心感を与えてくれる、うんうん、これは本質的なことを言えば、うん、タイプ7を興奮させるのは、うん、新しいものを欲する時に感じる刺激であると、うんうん、欲求の刺激は欲しいものを実際手にしてしまえば、うん、だいたい彼らはそれを興味がなくなる、うんうん、欲しいっていう欲求は強いんですよね。なんでどんな美しくて高い毛皮のコートも、うん、持った瞬間に、うん、これは古いコート、うん、古いコートあだからこう多分車とか家とかなんかそういうものでもこう買うまでが一番楽しいよねみたいな、はい、あるじゃないですか、はい、あれが欲しいと思ったらそのあれが欲しいっていう気はものすごく強い、はい、けどこう手に入れた瞬間次のものへ興味が移ってる、はい、でも一方タイプ4は、うん一つのもの、これをずっと愛することができるし、例えばじゃあそれが人が見ても何とも思わないもの、でもタイプ4はいやこれは美しいでしょって言うことができる、その強さを持っているし、これを美しいって言える私は特別、そうこの美しさを分からないのっていう分からないんだっていう感覚ですかね、うんうん、そうだと思いますよっていう違いがある、うん、でこの、うん、カレンウェブさん鈴木秀子さん役、うんうん、9つの性格タイプが分かるっていう本で分けますと、うんうん、タイプ4がタイプ7かもしれない、うん、と思った時の、まあ、質問ですね、うん、共通点としては、うん、特別な存在である、うん、おしゃれ人間関係でそっちがダメならこっちっていうような駆け引きをする、うん自己言及型みたいな点でもしかしたら共通してるかもしれない、うん、ではできれば苦しいことは避けたいと思いますか、うん、避けられない徳はすぐに逃げ出しますか、うん、っていう質問に対して、うん、いやそうではない、うん、だったら4タイプ4、うん、できれば避けたいと思うなら、うん、タイプ7、うん、っていうことですねと。であとは愛されている人から、うん、捨てられたって感じることはありますか。あれば4。あれば4。うん、えそんなことある、まあ、次々。次々みたいな感じだったら、うん、タイプ7。7。っていうところですね、うん、と。まあ、要はあれですね、楽観か反応か。はい、で反応で特にタイプ4は、うんうん、あ、もう私なんて、うんうん、っていう感じになりやすい。うんうん、私は人よりもできてない。うん、そう。で、まあ、そうすると、はい、この誤認しそうになったとき。はい。にもうちゃんと見るのはその楽観的か反応か、まあ、このタイプの特徴を見るんではなくて、はい、自分は楽観的なのか、はい、それ反応的なのか、はい、とか、うん、と自己主張なのか有利なのか要は、うん、例えばクラス会とか、クラス会とかコンパとか、うん、に行った時に、うん、はい皆さんそうみんなを引っ張っていくタイプか、はい、こう端っこにいる、まあ、タイプ4も特別な、うん、だから自分を特別な存在っていう感じになると、うんうん、なんか喋ることができるのかなとは思うんです、うん、ただまあ会を仕切りたい引っ張っていく感じなんですよ。ムードメーカーですよねタイプ7って。なるほど。俺についてこう、はい、楽しいことをみんなで焼きやろうぜみたいな。そうなんですよね。なんでそれはなかなかご自身でわからないっていう感覚は、うん、あんまりない気はしますよね僕。そうなんですよ、うん、でこの野崎さんの返信に対して、うん、あの私二等兵がさせてもらったんですけども、うん、ありがとうございますと、うん、早速、まあ、うん、今週ね、うん、議題にあげますよと、うん、タイプ7かタイプ4、うん、おまけに私と同じ、うん、タイプ6をセットにして考えますと、うん、その、うん、タイプ6、タイプ6状況に求められると、うんうん、そのタイプに慣れてしまう、うんうんうん、そう。でもまあ僕が思ったのもそこなんですね、はい、あの他の人が7か4かって言ってる、はい、そうですね。
わけじゃないですか、はい、で7と4を間違えることはそうそうないんですよ、はい、だっておとなしいからおとなしいんですよおとなしい人か、はい、おとなしくない人かって、まあ、結構わかるじゃないですか。そうですね、結構タイプ7はわかりやすく、うんうん、まあ、わかりやすく結構騒がしい人ですよ、ね、そう、わかりやすく騒がしい人なんですよね、はい、でタイプ4はまあおとなしい人じゃないですか、まあ、あの、うん、見た目が、うん、とても奇抜だったり、奇抜だったり、あのその、まあ、服装とかやってることはちょっと目立つことしてるかもしれないけど、喋、はい、り出すと得意分野で喋り出すと、うん、バーって喋り出すかもしれないけど、うん、いつも常にヒャッホーヒャッホーな感じじゃないですよね。そうそう、いろんな人のところに行って話しかけに行ったりとか、はい、こう合コンでこうなんか合コンとか、まあ、会社の飲み会とかで会った時に、はい、タイプ7の人は多分中心になってバーって喋ってるし、常にですよね。常に、はい、でこういろんな人のところに行って最近どうみたいな、気軽にできますよね。そうそう、はい、っていうタイプじゃないですか。なんでもしこの野崎さんが、うん、いや俺そういうタイプだよと、うん、どこ行っても、うん、わーって喋って、うん、気兼ねなく、うん、どのグループに行っても、うん、中心になって喋れる、うん、でそしたら4じゃないですよねって話ですね。そうですね、だとタイプ7だし、うん、そうではない、うん、だとすると、うん、タイプ4、いやもしくは、うん、タイプ6じゃねえか。そうで、僕が睨んだのはタイプ6なんですよ。そうなんですよねこのいつも自己診断では、うん、タイプ4が出るんだけど、うんうん、信用できないですと。この信用できない、うん、信用できないのキーワードですよね、はい、あの、うん、常に疑っている、うん、大丈夫かと思っている、うんうんうん、っていうこのタイプ6、うん、実は私も、うん、なんあのこの動画では何回も言ってるんですが、うんうん、初めタイプ7になった、うんうんうん、で繰り返すうちにタイプ4にもなったことがある、うん、タイプ6には1回もなったことがない、うん、でそうするとタイプ6の人って、はい、こうわーって盛り上げることもできる、できるし、はい、こうおとなしくしとくこともできる、できる、空気を読む、空気を読んで、で逆にこう個性的に振る舞おうとすることもできる、それが必要ならするっていうところじゃないですか、はい、あこれやるとちょっと目立ちそうだなみたいなことを思うとそれをこうやったりするじゃないですか。ちょっと変わったことを発言してみたりするってなると6じゃねえかと。そうなんですよね。いろんなタイプに見えてしまうっていうのは6の特徴、まあ、それが、うん、あの我々の章だとバランサーといって、うん、バランサー、そうそうそう、最強のタイプ6なんて最強のタイプ言ってくれる、その場面によって合わせられるからっていう、いろんな能力を発揮できるっていうタイプ6、うんうん、タイプ6なので、このいろんな人が7だよねっていう人がいたり4だよねっていう人がいるって時は多分使い分けてんじゃないかなと思うんですよね、はい、7だねよねって言ってくれる人の前では7っぽくしてるとか4だよねって言ってくれる人の前では4っぽくしてるみたいな。そうですね、なんか、うん、おしゃれだねって言ってくれる人の前では、うんうんうん、すっごいおしゃれな服を着ていくとか、うん、僕大体クラスで集まる時は、うん、まとめてってされるんですけど、うんうん、そういう時めっちゃ喋りますよ。うん、そう、はい、この間出た金健のマインドインジェクションさんの動画でもめっちゃ喋ってましたもんね、はい、めっちゃ喋るなと思って、あの時僕はもう向こうのメンバーに対しても、うん、お前ら黙っとれと思いましたこう仕切ってましたもんね、もう俺にやらせろって思ったんですよねあ次今誰々さんのターンですか言ってそうなんですなんで、まあ、よく言われるのが、うん、このタイプ3、タイプ6、タイプ9は、うん、結構分かりにくいタイプだなんて、うんうん、特にタイプ6、タイプ9、タイプ9は一緒にいるタイプの人に同化してしまうっていう、同化してしまう、でタイプ6は求められたタイプになろうとするっていうところなので、私もこれ見た時に、うん、母野崎さんタイプ6だなって仲間だなって思いました。まあ、あの本当の本人を見てないんで分かんないですけどね。なんでこの野崎さんもタイプ6って自分が言われた時にどう思ったか、どう思ったかやっぱりそうだよねって、はい、うん、あ、なんかそう思って読み返したらしっくりきた、すごいしっくりくるみたいな、うん、あるかもしれないです、はいはい、いかがでしょうかと、はい、一回先ほどのこの5人のお話でピンときたところがあれば、うんうんうん、まあ、タイプ7なんでしょうしタイプ4なんでしょうし、うんうんうん、だから7と4で間違えるってことは健全度が下がってますよって話ですもんね。あ、そうですね、6のレベルに行くとどちらも多分自己中心的な行動をするから、はい、そこだと間違えやすいけど、はい、基本は間違えない、そうですねし多分ご自身もタイプ7の場合、うん、タイプ4の場合って多分分かってると思うんですよね、うんうんうん、使い分けてる、
あ、なんで分かってるはずなので、うん、使い分けてんじゃねえかと、うんうん、器用に器用にで、そう、器用に使い分けてるんだとしたら6、はい、でタイプ6がタイプ4に誤認するのは、うんうん、一方的にタイプ6がタイプ4になるらしいんですよ、うんうんうん、私は特別だって思ってるタイプ6がタイプ4になるっていうのは前の動画でも開けているのでリンクにつけておきます、うん、あれですよね、語がかっこいいと思った時は隅っこで本読めたりすごい得意です、そういうの空気を読んでその場のなりたい自分になります、なりたい自分になれる、はい、最強ですね、最強ですよ、はい、ある意味これは最強だと思って、うん、タイプ6の道をね、うん、道を歩んでいただけると、はいはい、いかがでしたでしょうか、はい、言い過ぎいやでここで不安になるのがタイプ6、うん、そう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 でまあ不安ですよね、タイプ6のキーワードとすれば、はい、そうですね、はい、いろんなことに不安を感じてるか、はい、で、まあ、7も感じてますけど、7は楽観的なんだよ、不安を楽観で追い隠す、はい、みたいな、いかがでしょうか、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒お願いします、ありがとうございます、ありがとうございました。